楽しめるかしら。選抜メンバーがいがみ合っているというのは本当か？答えろ。本当かと聞いているのだ。あるか、本当なのか。見ればわかるとしか答えようがありません。仕方がない。ならばグループ同士で対抗戦というのはどうだ。そして勝った側に負けた側が従えばいい。私たちが勝ったら慣れ合いはご法度。それならやってもいい。じゃあひばりたちが勝ったらみんな仲良くするんだね。新参者は黙ってろ。でも対抗戦望むところだろ。私があんたをギッタギタにしてやる。はるか、どうする？はるか、少し話がある。え？はい。みんなは席を外してくれ。はるか、変わったな。ひばりが来てから、いや、3年生になった頃からか。昔のお前だったら私の教えた力で解決したはずだ。子供の火遊びは関心しない。少し話がある。
私はスズメ、学校で教師をしている。それでどうする？どうするって？やっぱり家を燃やすか。両親を殺して嫌な家を燃やせば、お前の心は救われるのか？私なら救うことができる。お前が両親を操ればいい。それでどうする？傀儡の術なら使えません。仮に穂村ちゃんたちを操れたとしても、それで解決だとは思いませんし。どうして？それは対抗戦で戦えばはっきりすると思います。成長したな。私の相手はホムラちゃんね。この間のリベンジをさせてもらうわよ。ふん、1対1の戦いでは仲間など役には立つまい。そんなことはないわ。手助けはしてくれなくても心を支えてくれる、それが仲間よ。そんな支えがなくても強いものは強い。鍛え上げた力と技こそが支えとなるんだ。だったら戦ってはっきりさせるまでね。望むところだ。ちょっと待って。どうせ戦うのなら、ホムラちゃん、あなたの勝負隊も一緒に相手をしてあげるわ。なんだと？勝負は一対一のはずだ。ただ一対一で勝つだけじゃ、ホムラちゃんは仲間の大切さを理解しないでしょ。だからといって一人対多数じゃ勝負にならん。一人対多数じゃないわよ。だって私の心の中には仲間がいるから。一人で戦うことで仲間の大切さを証明しようというのか。いいだろう。そこまで言うのならその条件で相手をしてやる。これはどう？
さい。かわいいわね。じっとしてなさい。そーら、ね、そーら、ね、なめてあげる。これはどう？じっとしてなさい。そーら、ね、そーら、かわいいわ。やめんだ。わからせてあげる。私に理解させたいのなら戦って証明してみせろ。ほら、ダメだ。ほら、じっとしてなさい。行くわよ。忍び転身。まだまだ相手してあげるわよ。ダメだ。じっとしてなさい。かわいいわ。じっとしてなさい。そーら、ね、そーら、ダメだ。遅い。これはどう？これはどう？じっとしてなさい。逃げてみろ。そーら、かわいいわ。これはどう？じっとしてなさい。そーら、まだだ。
まだ私は戦えるぞ。ちょっと待って、ホムラちゃんどれだけタフなのよ。来いハルカ、決着はどちらかが動けなくなるまでだ。もういいわ。ホムラちゃんの強さはよくわかった。このまま戦いを続ければそのうち私は負けるわ。スタミナ、打たれ強さ、精神力、ホムラちゃんの総合力にはかなわない。やっぱり選抜メンバー最強はホムラちゃんよ。仲間なんか関係ない強さってあるのね。いや、私が押されたのは事実だ。仲間の存在で精神力が増すのは確からしい。はるかの言葉は一理ある。だったらこうしない？強さも大事、仲間も大事、両方大事ってことで。そうだな、それでいい。よかった。それじゃこれで仲直りね。決めたわよ。おかえり。おかえり。どの任務にするのかしら。手早く終わらせてご飯にしましょう。私の相手は日陰さんですか。まあそういうことやな。日陰さんはどうして仲間を否定するのです。別に否定してるわけやないけど。だって強さを追求するグループにいるじゃないですか。わしは感情がないからね。仲間が大事とかよくわからんのや。仲間に比べれば強さの方がわかりやすい。それで穂村さんの方におるってわけや。なるほど、わかりました。大した理由はないのですね。ただな、強さには数も入ると思うんだ。この勝負、わしの勝負隊に参加させてもらうで。別に構いません。相手が何人来ようとこの勝負負けるわけにはいきません。行くで。いざ、グレンのごとくマルチラル。日陰仲間の大切さを何としても分かっていただきます。んじゃ、やろうか。よいしょ、しましたわよね。いかがですか。え、いかがですか。言いたいで。でも私も負けてませんわよ。一体何を捕まえてみる。まだです。自然に
こちらですね。え、いかがですか。自然忍法、受けてみなさい。シグネット、来たわよ。かわいくね。こちらで逃がしなさいわ。わかる。えっ、お、なかなかやるね。え、おしゃれだよ。いったいな。いかがですか。こちらで逃がしなさいわ。え、こちらですよ。え、こちらですよ。おしゃれで逃がしなさいわ。ユミさん、え、そうかな。私の勝ちです。ヨミさん、驚いたで。普段より強いやないか。日陰さん、手を抜いていましたね。全力の日陰さんと戦ったら、私も無事では済まないはずです。どうしてですか。どうして手を抜いたのですか。仲間を大事にできんやつより、仲間を大事にできるやつが勝った方がいいと思ったんや。そんなこと考えとったら、ちょっと隙ができてしまったっちゅうわけや。日陰さん、いずれにしてもヨミさんの勝ちは勝ちや。日陰さん、私にはあなたが感情がないとは思えません。そうか、そう言ってくれるとなんか嬉しい気もすんな。